スーザン・コーナーはアメリカの女優である。1950年代から60年代にかけて映画やテレビで活動した。悲しみは空の彼方ににおけるサラジェーン役で知られ、この役でゴールデングローブ賞を2部門で受賞、アカデミー賞にもノミネートされた。1964年に結婚を機に引退、息子のポール・ワイズ、クリス・ワイズは共に映画プロデューサーとなった。本名は、 スザンナ・コーナー。1936年、ボヘミア出身のユダヤ人で、映画プロデューサーのポール・コーナーと、メキシコ人女優のルピタ・トバルの娘として生まれる。母はカトリックである。映画への出演は1950年代後半からで、初期の出演作には、サルミネオと共演した、ディーノや、ザジン・クルパスとリーなどがある。最も有名な出演作は1959年の、 悲しみは空の彼方にである。1934年の映画、模倣の人生をダグラス・サークの監督、ラナ・ターナーの主演で再映画化したもので、コーナーはこの作品で黒人でありながら白人として生きるサラ・ジェーン役を演じた。この役の演技によりコーナーはアカデミー賞助演女優賞にノミネートされ、またゴールデングローブ賞では 助演女優賞と最優望新人女優賞の2部門で受賞した。その後コーナーは夜が泣いているでロバート・ワグナーやナタリー・ウッドと共演したほか、香港、ゴーイング・マイ・ウェイ、テンプル・ヒューストンなどテレビシリーズにもゲスト出演した。フロイド隠された欲望ではモンゴメリー・クリフトと共演したが、これが映画作品としては最後の出演作となった。 1964年、コーナーは、ドイツ出身の小説家で、ファッションデザイナーでもあるジョン・ワイツと結婚し、女優を引退した。二人の息子、ポール・ワイツとクリス・ワイツは共に、映画監督として、ハリウッドで成功し、アメリカンパイ、アバウト・ア・ボーイといった作品では共同で制作に、関わった。クリスは、トワイライトシリーズの一作、ニュー・ムーン、トワイライト・サーガの監督でも知られる。 2010年4月23日、ロサンゼルスで開かれた TCM 映画祭において、悲しみは空の彼方にが新しいプリントで上映され、コーナーや共演したファニタムーアが招待された。当日は上映後、TCM のロバート・オズボーンの司会で二人の女優に対する質疑応答の時間が設けられ、登場した二人はスタンディングオベーションで歓迎された。ありがとうございます。